車運車、車運車、車運車は、貨車の一種で、自動車を輸送するものを指す。日本国有鉄道、国鉄と日本貨物鉄道、JR 貨物における、形式記号は、区で、車の区が由来とされる。自動車を鉄道で運ぶときは、古くは、無害者、または、有害者に積載して、行うのが普通であった。しかし自動車の輸送が増加するにつれ、 そうした方式では、積み下ろしや固定にかかる手間が問題なり、また、空間の利用効率の点でも問題となった。この問題を解決するために、各国で自動車輸送専用の貨車が開発されることになった。これが、車運車である。車運車の利用目的としては、以下のようなものがある。目的に応じて様々な形式のものが開発されている。北。 アメリカにおいては、ピギーバック輸送以外のものでは、側面の覆いや屋根を取り付けて、つま面にドアまで取り付けた有害タイプのインクロスド、カーと称する車両が普及している。これに対して、ヨーロッパでは、無害タイプの車両が、一般的で、特に車両を長くして、たくさんの自動車を詰めるようにするために3、軸連接車がドイツなどで多数使用されている。日本では、 1960年代に一時代規模に車運車による完成車輸送が普及したが、初般の事情から衰退し、1996年を最後に車運車による完成車輸送はない。ピギーバック輸送も2000年に打ち切られている。乗用車は当初は無害車や有害車に乗せているだけであったが、空間の有効利用の観点から後には、乗用車用の車運車については、 各国で二段積みのものが開発された。アメリカ合衆国では車両限界が大きいため小型車専用で三段積みの車運車もある。日本では二段目に搭載する方法として車運車にエレベーターを内蔵したり横向きに自動車を詰めて乗せるためにターンテーブルを装備したり様々な方法が初期に試作されたがこうした方式では二役が面倒でかつ車両が 複雑化するため普及しなかった。世界的に最終的に普及した方式は、列車の一番端に、車路、ランプウェイをかけておいて、自動車が自走して列車に乗り込み、車両間の連結面に渡し板をかけておいて、列車上を自走で、積載位置まで移動する方式である。二段に積むものでも、二段目同士での渡し板をかけておいて、車上を自走で移動する。 ピギーバック輸送用の車運車は輸送対象のトラックやトレーラーが大型であるために移断済みになっておらず普通の無害車とあまり変わらない車両に搭載する特に大型の車両を搭載する場合には高さ方向の車両限界が問題となることがあり貨車の車体を低床化するといった対策が取られる二役の方式は乗用車用とあまり変わりなく端から ランプウェイを使って乗車するのが一般的であるが、リーチスタッカーを使ってトレーラーを丸ごと持ち上げて積み込むものもある。明治時代から車運車と呼ばれる車両は存在していたが、普通の無害車とあまり変わるものではなかった。主に中日外交官などが地方に旅行に出かける際に自分の馬車を持って行くためのカートレインのような利用のされ方がされていた。 1915年、大正4年に、大正天皇の即位の礼用に供された馬車を、輸送するのを目的として、シワ115型が申請された。また同様に、昭和天皇の即位の礼に際して、1928年、昭和3年に、クム1系製造されている。シワ115系の時点では、車運輸会社として、シワの記号が割り当てられていたが、1928年の、 称号規定改正で、車運輸会社に対して、区が割り当てられている。市は115系、区の一型は共に、有害タイプで側面に、引き戸があると共に、妻面、連結面にも、観音開きの扉がついていて、馬車を出し入れできるようになっていた。即位の例終了後に両形式共に、多形式へ改造されるが、区の形式区分はそのまま存置された。その後、 1960年代に自動車メーカーからの新車輸送用として、無害タイプの車運車が再び申請された。前述の通り車運車の形式区分は存在したものの、申請当初は有害タイプのみを対象としていたため、大物車、記号、地に分類された。その後、1965年の称号規定改正で、無害タイプの車運車の形式区分として、区割リアで、 従前の車運車も一斉に、称号改正を行った。なお最初のうちは、新車の貨車への積み下ろしは、様々な方法が試みられた。一台ずつパレットに搭載、固定した後に、クレームでパレットを積み下ろしする方式、シム線形、直接貨車に乗り入れて、全長の長い車はターンテーブルで水平方向に展開する方式、シムに線形。 直接貨車に乗り入れて上部へは、ターンテーブルとエレベーターで積み下ろしを行う方、シム3000系、キャリアカーのように上段が上昇、降下して積み下ろしをする方式、区300系などである。しかし、どの方式にしても積み下ろしに手間がかかる上に、駅側で設備が必要になったり、貨車の機構が複雑になったりという欠点があった。このため、1966年、 昭和41年に車運車の標準形式として、区五線型が登場。積み下ろしを行う駅に、積み下ろし用のスロープ設備を常備して、自走で積み下ろしをする方式が採用された。車運車が登場した頃は、道路状況も悪く、鉄道輸送による需要があったものの、昭和40年代後半からの国鉄の相次ぐ、 ストライキによる信頼性の低下や貨物運賃の値上げの影響を受けて自動メーカーが鉄道輸送から離れ自動車専用線やキャリアカーを利用した輸送へ転移していった。1985年昭和60年3月で一旦区五線型による自動車の鉄道輸送は全面的に打ち切られた1986年 昭和61年5月から部分的に再開された。しかし最終的に1996年、平成8年3月に車運車を利用した自動車の鉄道輸送は全廃された。自動車はその大きさに比べて重量が小さく、重量を基本として運賃を定める国鉄の貨物運賃制度ではかかる、経費に比べて収益が少なくなってしまうという問題があり、 車運車については、当初荷重を実荷重とは別に、運賃計算用に適宜定めていた。このため、初期の車両は車体に表記されている荷重は実荷重よりかなり重いものとなっている。1966年、昭和41年に高圧タンク車等に積載された貨物の運賃計算トン数の特定という国鉄工事が出され、車体表記とは無関係に、 運賃計算トン数が定められることになった。区5000系の場合、実際の荷重は10トン程度であるが、運賃計算トン数は26トンである。国鉄末期から JR 初期にかけては、モーダルシフトに対応したピギーバック輸送用の私有貨車も存在した。大型トラックについては、車両限界の問題から、特殊な低消火車、または荷箱のみを鉄道輸送する。 スライド版システムの開発が必要であった上に、それでも積み荷などに制限を受けてしまう問題があって実用化されなかった。小型の3トントラックや石油輸送タンクローリーのピギーバック輸送はバブル景気の時期にトラック運転手の採用難や高速道路の渋滞問題などから実用化されたがバブル崩壊後の景気交代とともに鉄道輸送のコストメリットが失われ2000年 平成12年に打ち切られた。最終的に JR ではコンテナを使用した自動車輸送に転換されている。はじめに採用されたシステムは特殊構造のコンテナ貨車にウィングタイプの車運コンテナを積載したカーラックというものであったが、貨車の構造が特殊であるためにメンテナンスの手間も費用もかさんでいたことなどを理由に使用が中止され JR 貨物で汎用されている。 国旗100系貨車に上下2段からなる20フィートタイプのコンテナ、カーパックを積載した自動車輸送が採用されている。カーラックに比較して運用効率面では劣るが、特殊構造の貨車を使用しなくても良いということで好評である。この国旗100系貨車とカーパックコンテナを使用した輸送は東北本線の宇都宮貨物ターミナル駅。 栃木県と神奈林海鉄道本木線の横浜本木駅、神奈川県の間でカーキャリアの足りない時期に限定して行われており、横浜港から輸出する日産自動車の高級自動車を輸送している。カートレインの目的では、国鉄時代と JR になってからの一度ずつ、短期間区5000型を利用したサービスが存在していたが、初般の事情から普及しなかった。 また一時キカートレインの愛称が付けられて、運転されていた列車については、専用の車運車ではなく、余剰となった有害車脇一万型を改造したものを、使用して運行していた。北、アメリカにおいても、自動車が、まだ新しい技術であった20世紀初頭には、その生産量は、通常の有害車で出荷できる程度のものでしかなく、通常2台から4台の自動車が1両の有害車に、 積されていた。しかしながら、自動車工業が発展するにつれて、有害者を改造して、より効率的な積み下ろしができるようにする必要性が出てきた。改造点としては、より長い有害者にしたり、長い引き戸を、車両の端の方に両側面に設けたり、あるいはつ面に扉を設けたりといったところがある。これらの改良にもかかわらず、自動車の需要は、 鉄道側の出荷用車両を製造したり改造したり、する能力を超えて伸びた。1923年、グランドトランクウェスタン鉄道は61フィート、約19メートルの長さの木造無害者に、組み立て式のフレームを取り付けて2階建て輸送により、輸送能力を拡大する実験を行った。この概念は完全なものではなく、承認は得られなかった。 1940年代から1950年代には、車内のスペースをより有効に活かすために、有害者の中で自動車の上に別な自動車を搭載できるよう、積み込み装備を実験した会社もあった。この種の装備は、その特別な利用目的と専用のサイズのために、限られた成功にとまった。有害者に車端からのみ搭載できるようなこうした設備を備えた。 車両群を維持することは不経済であることが証明された。この頃アメリカ合衆国では多くのサーカス団が鉄道で移動していた。サーカス団は自動車の輸送を多く行っており、彼らの所有する車両を無害者に積み込んで自分たちの所有する客車の後ろにつないであるいは他の列車を仕立てて運行していた。彼らの自動車の搭載方式は無害者にワイヤで固定するもので、 貨車の一端に一時的なランプを設置し、貨車の間に渡し板を掛け渡して、自動車は自走するか引っ張り上げられて搭載され、あるいは自走するか引き下ろされて列車から下ろされていた。こうした自動車の積み込み方式は、サーカス方式として知られるようになった。1960年代になると、多くの鉄道会社がサーカスの方式にヒントを得てこうした方式で自社の無害者に、 自動車を搭載するようになった。しかし一両の貨車に6台までの自動車を搭載したとしても、その上に使われない広大なスペースが残った。自然な解決法は、有害者に自動車を乗せるときに使われていた一時的な組み立て説を持ってきて、無害者に取り付けることであった。この設備は、ダックと呼ばれ、自動車を搭載できる場所を2段作った。 さらに完全なものとするために両端に隣の車両に渡るための渡し板が設置され、積み下ろしに際して列車全長に渡って自動車が自走できるようにされた。このように無害車を設計することにより、有害車のラックに積み込み積み下ろすための特別な装備を用意する必要はなくなった。無害車に積載するために必要なのは適切な高さに設計されたランプのみである。 こうして1960年代頃から北アメリカでは専用に製造された車運車が鉄道による新車の自動車輸送に用いられるようになった。かつて用いられていた有害車に比べて車運車は同じスペースでより多くの自動車を運び積み込み積み下ろしがより簡単であった。ニューヨークセントラル鉄道のアーサー・クルック・シャンクが1950年代後半に 用いられた初期の車両を製造したとされている。また、1957年後半にカナディアンナショナル鉄道が導入した新しい発想の車運車は二段積みで妻に扉を持っており、全長は75フィート23メートルで8台の自動車を輸送できた。この車両は大きな成功を収め、今日の大一記車運車の開発へとつながった。 大きな車運車と専用のターミナルは、ノーフォークウェイスタン鉄道や、その他の事業者によって発された。車運車は、搭載能力を拡大するために80フィート、24メートル前後まですぐに延長された。これにより当時の平均的な客車と同じ程度の長さとなった。これより長ければ、カーブなどにおける車両限界の問題から一般的な運行はできない。 しかし鉄道はさらに進歩し、アメリカの鉄道において三段積みの車運車が登場するまでそれほど長はかからなかった。小型の自動車はたくさん積める三段積みの車運車に搭載する一方で、二段積みの車運車はライトバンやピックアップトラックなどを輸送するために用いられている。残された問題は、車運車には飛んでくる破片類や天候からの保護がないことであった。 1950年代のカナディアンナショナル鉄道が開発したような方法で1970年代には他の北アメリカの鉄道会社も車運車をより洗練させた車運車の側面に覆いが貼られて自動車を衝撃から保護した屋根は1980年代に入ってからほとんどの車運車に取り付けられ1980年代後半になると つ面のドアが取り付けられた。こうした大いなどは自動車の破損を防ぐだけではなく、人が輸送中の自動車に入り込んで列車で移動するといったことを防ぐためにも役に立っている。1960年代に配備された車運車に鉄道会社は利点を見出したものの、ほとんどの北アメリカの鉄道会社はそうした専用の設備に投資することに乗り気ではなかった。ペンシルバニア鉄道と ノーフォークウェスタン鉄道によって1955年に設立されたトレーラートレイン車はこうした投資の負担をいくらか緩和する他に介入したトレーラートレイン車が貨車の製造会社から無害車を購入し車運車を運行しようとする鉄道会社はラックを購入してその上に取り付けたこうした車両は線路脇から見ていても下部の無害車部分にトレーラートレイン車の報告記号が 記載されているのに対して上部のラックには鉄道会社のロゴが記載されていることから単に判別できる。この枠組みはうまくいったのでアメリカで運行されるほとんどすべての車運車がこの形態となっていた。トレーラートレイン車は1991年に TTX 車となった。それ以降は多くの鉄道会社は自社でラックを搭載する無害車を購入するようになり、 TTX は他の種類の鉄道車両を購入シリーズする業務へ変わった。付きの車運車の開発は他の革新的なサービスの誕生にも一役買った。今日の鉄道会社はなお、より多くの自動車、より大きな自動車を車運車に搭載するという問題に取り組んでいる。よく用いられる解決法としては、通常の長さの車運車と同じ長さの車体を 連接台車によってつないで2倍の長さの連接車にするということである。こうした車両はアメリカの西部や時には五大湖地方やカナダのオンタリオ州南部でも見られオートマックスのブランド名が付けられている。ガンダーソン車によって製造されたこうした車両は長145フィート4インチ、44.3メートル、全高20フィート2インチ、 6.15メートルで内部のデッキを可変構造としていて、最大22台のピックアップトラックやミニバンを輸送でき。鉄道は完成した自動車の長距離輸送車としては、主要なものとなり、トラック輸送との競争に打ち勝つことができた数少ない分野である。大いのついた3段積み車運車を使うことにより、鉄道では低い輸送コストと輸送中の破損からの保護の両立が可能である。 開放式のキャリアカーでは、気候や輸送中の交通状況によって自社に破損が発生することがある。鉄道会社が開放式の車運車から大月に移行したことによって貨物の痛みに関する苦情が減少した。大月車運車は破損やいたずら、自動車そのものや部品の盗難から守り、不労者が住み着くことも防げる。 2004年にカナリアンナショナル鉄道は1950年代と同様に再び車運車の技術の最前線に立ち、より軽い素材であるアルミニウムを使用した。ジョーンズタウン、アメリカ社によって2004年12月に製造開始された新しい車両は、ルーマナムビヒクルキャリアの略で ABC のブランド名が付けられている。200両のアルミニウム製車運車が製造され、古い鋼鉄車両に比べて、 より振動が少なく、内部が広く、優れた、つまとびラブの保護があり、そして錆びることがない。カナダ太平洋鉄道もまたこの形式の新型車両を375両発注した。アムトラックのオートトレイン用に製造された新型車両は、カナディアンナショナル鉄道やカナダ太平洋鉄道向けの元子となっており、3インチ76ミリ高さが低く、 また穴あきの側パネルの代わりに穴のないパネルを使っている。この設計は良いものであるが扉が取り付けられたヒンジに問題があることが分かっている。1950年代にドイツではフォルクスワーゲンビートルの生産がキャリアカーによる輸送能力を超えて増加していた。フォルクスワーゲンの技術者はドイツ連邦鉄道と共に 自動車輸送用のトレーラーを長くしたものを基本とする鉄道車両を設計した。彼らが考え出した設計では1両で10台の自動車を運ぶことができた。フォルクスワーゲンの2段積みの車運車は実質的に世界で最初のものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。